自動空戦フラップ。自動空戦フラップとは、太平洋戦争中に、日本海軍の戦闘機用として開発された、空戦時に、機体速度と、機体荷重に応じて、自動展開される、フラップもしくはその制御しすぐ全体のことである。加速度感知を水銀柱によって行う、川西航空機で開発された方式のものと、空号によって行う。 海軍航空技術省が開発した方式のものがある。川西航空機が開発したものは、水上戦闘機、強風に初めて装備され、以降、極地戦闘機、市電、市電改め、市電21型、陣風、烈風、神殿など、海軍の短座戦闘機が同様の空戦フラップ実装、または装備が計画された。ただし、烈風は、 川西式の自動空戦フラップを装備して飛行実験中であったが、昭和20年7月27日の研究会において、空気小生、空合式自動空戦フラップに変することが決定されている。また、新殿には装備が要求されたが、この要求は後に取り下げられている。この項では川西製のものについて説明する。速度を落としながら、 効率的に旋回するために離着陸等に用いられるフラップを空戦で使用するという戦法は一部の熟練パイロットが冷戦で用いていたものである。運動、速度エネルギーが十分ある状態では補助翼に加えてフラップを下げることにより旋回半径を小さくして急激な方向転換を可能とする。ただし、 運動エネルギーが不十分なままフラップを下げれば失速するという問題もある。その有効性は認められていたものの未熟な若年パイロットでは緊迫した空戦の最中にフラップ操作を行うことは不可能であったため容易にそれを行えるようにフラップの角度を手動で2段階ほど変えられる空戦フラップが発案され一式戦闘機2式戦闘機超型フラップ付けや 大電、ファウラーフラップ付け等の機体に実装された。しかし上げ公費、機体に働く揚力と効力の比が最適になるようなフラップ角は、ある速度と、荷重、揚力と、動量、逆方向の完成力に対して狭い範囲に限られており、少数の油断式ではフラップ角が非効率になりがちであった。また、手導式であったために緊迫してくると、 空船フラップの操作どころではなくなってしまうという欠点もあった。そこで肘蓮パイロットには調節が難しい調節を速度検知によって自動的に妥当なフラップ下げ角を設定する装置が自動空船フラップである。川西航空機設計課の強度試験場係長、清水サブロー技師、後の新名は工業専務を中心とした技術陣は揚力係数をまのめいた。 液中圧力計類似の装置でセンシングして、適切なフラップ区画に自動調節レールシステムを考案し、これを自動空線フラップとして開発することにした。速度計の改造と制御用電磁石の設計には、設計家電気係の中生後、田中がゆきがそれぞれ携わった。1943年5月に最初の試作品が完成し、同年6月5日に、 これを取り付けた強風の実験機が飛行を行っている。これは古典的なシステムではあったが、マノメータを使用するという着眼点が的確で、装置信頼性を保証することにつながった。装置の核となるマノメータを収めたユニットはコンパクトで、手のひらに乗せられるくらいの大きさであったという。この装置により、強風は翼面荷重が比較的大きかったにもかかわらず、 軽快な運動性を持った全人気である二式水上戦闘機に準じる旋回性能を有することができた。また主電改めでは主翼や胴体内の燃料タンクが防弾仕様となり、さらに自動消火装置、防弾ガラス、防弾板の装備により重量増加を招いていたが、この装置のおかげで機動性を保持することができた。当初の目的通り自動空戦フラップによって ベテランパイロットと若年パイロットとの差を埋めることができ、市電改めを配備した松山基地の精鋭部隊、第343海軍航空隊では、ベテランと共に若年、ピロットが活躍する一助となった。なおこの装置は、任意でオン・オフできるものであったため、ベテランパイロットの中には使用しないものもいた。機体の速度、荷重によって変化する。 揚力係数フォーミュラ1を求めることができれば、最適なフラップ角を決めることができる。ここで期待にかかる重力、重量フォーミュラ2、主翼面積フォーミュラ3、動圧フォーミュラ4、荷重係数、揚力が重力の何倍か表す量フォーミュラ5とすれば。とかけ、重量フォーミュラ2と翼面積フォーミュラ3が一定ならば、フォーミュラ1はフォーミュラ10に比例する。 つまりこのフォーミュラ10を検出できれば良いのだが、これはマノメータを用いれば容易に実現できる。マノメータとは2点の圧力差を液体、多くは水銀柱の高さの差として表す圧力計である。マノメータの一種である、ピトー管の仕組みと構造を考えればまず同圧は測定できることがわかるが、実は水銀柱の高さには荷重係数も影響しており、その高さを フォーミュラ12とすれば、フォーミュラ13なである。したがって知りたい量は、マノメータの水銀柱の高さフォーミュラ12に直接、現れていることになる。あとはこの水銀柱の高さに応じて、フラップが自動的に動くようになればよい。そのために、川西では2種の電極を、マノメータの水銀が上下する筒に挿入し、電極が水銀と接触することで生じる電流の、 U うによりフラップの上げ下げ、停止を行うシステムを構築した。この電極は一方が円筒状をしており、その中を心状のもう一方の電極が通っていた。電極の先端は円筒側が芯側より若干短くなっており、両方水銀に浸った場合は、フラップ上げ、芯側のみ光った場合は、停止、中立、両方水銀から離れた場合は、 フラップ下げを行うような回路と油システムが組まれていた。そして油圧により、フラップが動作するとそれとワイヤーで接続された滑車が回り、さらにその滑車と同軸で回るカムがシーソーで連結された電極を上下させ、電極の芯側のみが水銀に浸っている中立状態に持っていくような仕組みになっていた。なおフラップの最適格はこのカムの形状で決められていた。 1930年代に設計されたメッサーシミット BF-109 は当初から低速時の空力性能向上と同時に空戦時の旋回性の向上あるいは耐失速性の向上のため空気圧差で自動動作するスラット前円フラップの一種を装備しており高く評価されていたこれに倣ってスラットを採用する例は他にも見られ 超音速戦闘機の時代にも回マイナス4、ミグマイナス23などに採用された。また、60年代以降はコンピュータによる航空機の自動制御システムが進化している。現代航空機においては、フラップは離着陸時だけでなく、旋回や水平飛行時にも操縦装置のコンピュータによって他の動力と複合的に自動で動作するものになっている。これは、 自動空戦フラップとコンセプトを同じくするものであるが、同時に自動でフラップが動作することが空戦時に限られないことと、自動制御がフラップに限られたものでなくなったことを意味し、自動空戦フラップとあえて故障することはなくなり、空戦フラップとしても用いられるといったフラップの機能の一つとして言及されることがほとんどである。あるいは総合的な機動性向上に用いるという、 ことで、軌道フラップといった故障を使う例もある。例外的なものとして、回マイナス5戦闘機の E、い買い方は空戦フラップを採用したとされるが、これは当初の A、B 型には装備されていなかった自動制御のシステムが改良時にフラップに関して付加されたため、フラップによる空戦性能の向上が特筆されたからである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。